はい、こんにちは、海坊主です。今日はね、このレースルームなんですけど、グループシーカーの方を走らせています。もう走らせていますですね、いきなりですけど。で、走らせてるのはね、ニュルブルクリンクのノルドシュライフェンになっております。そう、前置きから入るとね、やたらめったら長くなるのでねはい、ということで、とりあえずね、前半部分はこういう風にね、車内視点の映像、後半部分はね、車外視点の映像になっております。で、こちらの 962C なんですけど、多分ね、ルマンを走るようなローダウンコースモデルではなく、普通のね、サーキットを走るようなね、ハイダフちょっとカミカミですね、ハイダウンコースモデルですね。しかもあのライトがついてないんで、スプリントレースモデルって感じですかね。で、ハイダウンコースモデルなんでね、トップスピードはそんなに伸びないです。300キロちょっとかな、でもね、そう、ダウンコースをね、設定できる項目が見当たらなかったんですよね。隠れてるのかもしれないんですけど、全部英語だし、セッティング項目もね、結構細かいんでね、ちょっと見当たらなかったですね。まあ、とりあえずね、本物のグループシーカーもね、このノルドシュライフェでレースやってたんですよ、確か。その昔は。おかしいですよね。で、調べてみたらね、コースレコードとしては956のポルシェでステファン・ペロフ選手が6分11秒を記録してますね。だからこの962の前の方ですね、956なんで。で、当時のシーカーはね、確かすごいんですよね。何がすごいって、このポルシェの956、962っていうのは、あのワークス専用のマシンじゃないんですよ。最初からね、あのデリバリーを目的としたカスタマーカーとして、ね、設計されてるんですよ。まあ、要はカスタマーカーってことは、要はポルシェがね、あの大々的に自分たちのチームで、まあ、レースしてみたいな感じではなく、どこのチームもね、お金を払えば簡単にこの車を購入できますよっていうことなんですよ。で、さらにすごいのは、他のね、そのメーカーがね、威信をかけてルマンとかで要は作ってくるわけじゃないですか、車両を。それがね、このただのカスタマーカーであるポルシェがね、凌駕してたっていうそれがすごいですよね。だって日産とかトヨタが車運をかけてね、ルマンを取るぞって作ってきた車よりも全然早かったわけですから。まあ、最終的にはね、あのやっぱりメーカーの作った車の方が早くなってましたけどね。まあでも、かけたお金が全然違うからだからね。だから逆に言うと、ポルシェはね、要はこの車がすごい、その世界中のレーシングチームが買ってたわけなんで、全然開発費の元なんか全然取れたんでしょうね。本当に80年代のね、前半から真ん中のあたりはもう本当956じゃないと勝てないよっていう。で、そのルマンにデビューしたのが1982年に956がデビューして、まあ優勝で、956はそこから3連覇してますね。だから1982年から85年まで全部優勝してます。で、86年、87年はね、962で優勝してますね、この次の方の。確かね、956から962ってそこまで大幅な変更はしてないんですよね。確かアメリカのね、イムサっていうシリーズにね、参戦させるためにね、ちょっとモディファイを加えたってやつですね。そっちの方のレギュレーションにも対応させるために。で、確かね、86年からね、それまで WEC として、まあ、耐久レースをやってたんですけど、それがね、スプリントも織り交ぜて WSEC と、まあ、要はスプリントとエンデュランスと混ぜたね、シリーズに変わったんですよね。で、旧型のね、その956を使ってるチームもあったり、962を使ってるチームもあったりで、なんかね、混在してたんですけど、やっぱりね、962C のが戦闘力が高かったみたいですね。で、ポルシェもね、ワークスとして一応活動はしてたんですよね。あの、ポルシェ AG っていう、要はチームでね。で、スポンサーが要はあの有名なロスマンズだから、ロスマンズポルシェっていうのはね、ポルシェのワークスのチームなんですよね。まあ、ルマンなんかでも勝ってますよね。で、あとカスタマーとして有名なところは、今でもね、活動続いてるヨーストですね。で、あとはフレマーとか、まあ他にもね、なんかいろいろ販売されたみたいですね、当時の有力チームに。で、今調べてたらね、最初デビューした年が82年って言いましたけど、その年はね、とりあえずワークスだけが使ってたみたいですね。で、83年からあのカスタマーに販売されだして、で、カスタマーの方でもね、独自にいろいろ改良してったみたいですね。だから83年のね、そのシリーズ開幕戦はね、そのワークスが優勝したんじゃなくて、
そのカスタマーのね、ヨーストが優勝したみたいですね。で、とにかく83年のね、そのシリーズ戦は956が席巻してたみたいです。で、83年はね、日本でも JSPC って言ってね、やっぱりその C カーのクラスが始まったわけですけども、もうやっぱ956をね、みんなこぞって使ってて、やっぱそれが強かったみたいですね。で、やっぱりね、962の方なんですけど、この今使ってる962の方なんですけど、そのシーカー規定が終わって、ルマンがね、シーカーの規定が終わって、じゃあ GT カーがメインになりますよって始まったんですけど、そのすごくレギュレーションがゆるゆるだったんですよね。で、そのね、その962に無理やりね、ナンバーをつけた車両が、まあ、要は市販車として販売して、それでね、ホモロゲーション取って、まんま962で出たっていうね、そう、ダウアーポルシェっていうのがあったんですけど、まあそれがね、一応この962でのルマンでの最後の優勝ですかね。あれはね、とりあえず反則だってことになってね、すぐレギュレーションがね、改定されたような気がしますけど、だから1年だけでしたね、そういうインチキみたいなやつは。はい、まあ一周回ってきましたね。はい、じゃあ次はね、社外視点でいきましょうか。はい、結構ね、この音がね、リアルだと思うんですよね、個人的には。ただね、こう見てると分かるんですけど、なんか縮尺がおかしいんじゃねえのかなと。コース幅が広すぎじゃねえって、ちょっとなんか違和感ありますけどね。ほんとコース幅が広いのかね、車がちっちゃいのか、とりあえずね、違和感あるのは俺だけじゃないとは思うんですけど、まあでもあれですよね、80年代のね、まあレースシーンを彩った、まあ重要な1台ってところでしょう、このポルシェの956と962、まあ1台2台ですよね。いや普通はね、あのカスタマーに販売するにしても、その劣化したやつとかを販売するのに、そのまま販売したらしいですからね、ポルシェも。で、逆にね、ワークスがそんなカスタマーとバチバチに争ってるっていうのも面白い展開ですよね。見てわかる通りね、リアウィングが結構でかいのついてるんですよね。多分あれはだからハイダウンフォースモデルだと思うんですよね、そのスプリントレースやってたような。ルマンだとね、あのローダウンフォースモデルで、結構あのテールが長いの使ってたはずなんで。いや、しかしね、この音結構やっぱいいですよね。やっぱポルシェサウンドって感じがするような感じです。結構音の再現度高いと思うんだけどな。で、まあ話はね、またちょっと違うところに行きますけど、俺ポルシェのイメージっていうとジャッキー X だと思ってたんですけど、そのジャッキー X はね、何気に956に1年乗っただけみたいですね。962にも乗ってるけど、それでは優勝してないんですよ。だからルマンデビューイヤーのね、その82年かなに一応ね、956を走らせてロスマンズで、でそれで優勝してるみたいです。で、むしろね、その前のモデル935っていうのがあったんですけど、そっちの方ではね、バンバン勝ってたみたいですね。だからこのジャッキー X ってね、若干日本にもゆかりがあるというか、あのマツダが優勝した時はね、そのアドバイザーとしてジャッキー X がついてましたからね。で、あとこのジャッキー X で忘れられないで、まあ、ジャッキー X とね、ポルシェで忘れられないと言ったら、多分昔のね、そのファンの人ではステファン・ペロフの名前が出てくると思うんですよね。そのスパ1000キロのレースでね、ジャッキー X のトップが走ってるジャッキー X と、そのね、2位走ってたステファン・ペロフがね、バチバチに争ってたわけですけど、それでね、まあ、2台並んでオールジュに入っていったらね、事故が起きてしまって、まあ、その事故がきっかけで、まあ、ペロフ選手が、まあ、死亡してしまったわけなんですけど、まあ、即死だと言われてますね。今でもね、映像残ってるんですけど、まあすごいことになってます。やっぱりね、オールジュってあのコーナーをね、あの並走で入るのは大変危険なんですね。はい、ちょっと話が逸れていっちゃいましたね。で、まあ962の方なんですけど、日本のレースではね、面白いところでも走ってたんですよ。面白いところどこっていうところで言うと、あの今スーパー GT やってるじゃないですか。あれの前身としてね、日本全日本 GT 選手権っていうのがあったんですけど、その初年度にね、あの対戦のチームから、あの962がデビューしてるんですよね。なんで GT の中にあの962なんかで走ってるのって感じなんですけど、まあもちろんね、あのバチバチにレギュレーションでね、あの性能を落とされてます。300キロのウェイトを積んだり、吸気もね、
リストリクターでだいぶ絞られたりと。で、まあこれが一番つらかったらしいんですけど、本来ね、あの耐久レースなんかで使ってるので、スタンディングスタートっていうのをね、想定してないんですよ。だからね、ロー一足っていうのがね、基本的にはね、そのスタート用の一足じゃないわけなんで、だからスタートがね、すごくつらかったみたいです。だからまあ不利は不利だったんですけど、まあでも初年度のね、その第3戦で、まあ、優勝したわけなんですよね。でこれがね、ポルシェ 962C での、まあ、メジャーレースでの最後の優勝となってますね。1994年、まあ他のシリーズではね、もう終わっても、もう使えない車になってたんで、まあだからその日本で記録した優勝がこの車での最後の、まあ、優勝記録ってことですね、メジャーレースでは。で今写真をね、いろいろなんか調べてたんですけど、多分ねこの方はね、93年に最後にね、あのイムサで走ってた多分車の形ですね。このまあ桃カラーもヨーストなんですけど、この他のカラーリングもやっぱヨーストのカラーリング何種類か用意されてて、まあ同じカラーリングのやつがね、まあイムサに出場してる962って書いてあるやつと全く同じなんでね、93年の、あらあら、これもね93年のイムサで走ってたのかなと、そんな感じですね。まあでもやっぱり今見てもかっこいいですよね。全然かっこいい、当時のシーカーっていうのは。今時のねプロトタイプカーっていうのはね、もうだいぶ空力的になってますんで、いろんなとこに穴ぼこが開いてたりとかしますんで、この当時のねかっこよさっていうのがないですよね。キャビン部分も極端に狭くなってたりとか、だからね当時のねほんとシーカーはかっこいい。メルセデスもそうだし、ジャガーもそうだし、まあ似たり寄ったりの形っちゃそうかもしんないけど、まあ結局ね現在のねあの LMP1 も同じような感じですからね。はい、もうね最後の直線ですね。ここでね300キロ出てないんですよね、ギリギリ確か。もうほぼ吹き切っちゃってます。あ、いいですねこの走り去っていく音が、ポルシェサウンドって感じです、やっぱり。はい、今回はね以上になります。なんかほぼね俺がしゃべくり倒してただけだと思うんですけど、次回はねやっぱりノルドシュライフェで日産のねシーカーを走らせてみようと思います。はい、それではね最後までご視聴ありがとうございました。